萩原噴墓群は、徳島県鳴門市大間町萩原にある、弥生時代終末期にあたる三世紀前用の遺跡である。鳴門市の大間産南六に位置し、1から4号の4期からなる、噴級墓群で、かつては最初期の古噴の可能性から、合噴の故障が用いられたこともあったが、その後の調査によって、 弥生時代終末期の三世紀前世に築造されたと推定されているため、合母の故障に修正されている。周辺には、天賀別神社古墳群や報道寺古墳群、大々古墳群などの古墳が点在しており、これらを総称して、ナルト板の古墳群と呼ばれ、旧期が国の史跡である。萩原墳母群では、二合母が国史跡に含まれる。 石囲いの木格とされる主体部構造の類似などから現在では定型改善の前方後円形墳墓とされる保家の山古墳の原型との説がある。ただし保家の山古墳の築造年代は発掘調査を行った柏原考古学研究所により3世紀中頃と結論されつつ木格木材の炭素年代測定結果の幅が4世紀前半をも 含む範囲であることから疑問視する意見も出ており、この場合では、萩原墳墓群の年代から一世紀以上の隔たりが、あることになる。いずれにせよ、萩原墳墓群を含むナルトイタの古墳群は、弥生時代終末から、古墳時代前期にかけての東部瀬戸内海沿岸の、市長母が、機内との関係性の中で墳形を変化させながら、約200年にわたり、連続的に築かれており、 縦穴式石室や前方公園墳などが成立していく過程を理解することができる遺跡として重要視されている。弥生時代終末期頃のものとされており、墳丘の小道は約18メートル、北側の突出部を含めての全長は約27メートルの石石墓で、主体部は発掘当初縦穴式石室とされていたが、現在では石囲い木格であったと考えられている。 1979年から翌1980年にかけて、徳島県道12号鳴門池田線の建設に伴い発掘調査されたが、その後滅出した。突出部を持つその形状から、日本最古の前方後円墳、あるいはそのルーツという説があった。本体周辺から小型の縦穴式石室や、箱式石棺墓とされる遺構が複数見つかっており、一部は、 近隣の報道時境台に移設された。出土品1号墓出土品徳島県立埋蔵文化財総合センター展示。1号墓の出土品は徳島県立埋蔵文化財総合センターで常設展示されている。1号墓の北側で同じ尾根に位置する石石墓。2004年及び2005年に測量やトレンチ調査が行われた際に、 規定席や外側の列席が確認され、おおよその規模や形状が確認されている。噴球は、計約20メートルのほぼ円形で南側に、約5メートルの突出部が伸びる形状を持ち、積積の高さは、最大で1メートル。1号墓より築造時期が古い国内最古の、石積墓とされている。出土品、ありがとうございます。